レース終わったら一緒に飲もうぜ。ペプシー怒ってやるよ俺が。はい、どうもこんにちは。仮面自転車教習所所長ブライアン荒北です。本日も自転車を安全に乗るための講習を始めていこうと思います。本日はヘルメットのすすめ、自転車専用レーンを安全に走るために必要なアイテムヘルメットのご紹介になります。その前にまずこちらの動画をご覧ください。はい、今の動画を見て、何か、感想などありますか？僕は今、走ったっていうのもありますが、客観的に見た時に、車と、自転車の距離が近くて危ないなって思っています。あのような、片道3車線あるような大通り走る時には絶対的にこちらのヘルメットが必要だと僕は考えています。そのヘルメットが必要だという理由、いろいろあるんですが、まず1つ、接触事故になった時に怪我をしないためという理由があります。動画を見ていただいたら分かるように、僕はこうやって漕いでる状態ですぐ横を大型のトラックや車、バイクがビュンビュン通り過ぎていきましたね。あのような状態でもし自転車に乗る僕が少しでもふらついたら、接触事故の危険性があるということです。でそこで接触をして、僕が転倒してしまったら、胴体から倒れればいいですが、こちらのガードレールや車の硬いところに頭をぶつける可能性もあるので、ヘルメットは必要だと思っています。で2つ目ですね。続いて2つ目になります。2つ目の理由、自転車は結構スピードが出る乗り物ですね。でロードバイクだったら平坦道でだいたい40キロから50キロぐらい出そうと思えば出ますが、きついスピードです。でもそのスピードが出ている時にもし、メカトラブルやパンク、あとは道路に落ちている、石、石なんか落ちてることはあんまないですけど、車のパーツなどがたまに落ちているんで、あと瓶とか缶、ペットボトルとかですね、そういうのを踏んで、もし時速40キロでそういうものを踏んで転んだ時に、どういう体勢で落ちるか、体が、自転車から弾き飛ばされるかわからないということです。そんな時に頭、一番守らなくてはいけないのはやっぱ頭です。なのでヘルメットがやっぱり重要になってきます。そして次3つ目です。やっぱ、サイクリングロードを走っているのと一般道を走るのとでは、事故の危険性の、危険の度合いが違います。事故に巻き込まれる、確率も上がりますし、一般道、特に大通り、そうですね、3車線以上ある、車がたくさん通る大通りは事故の危険が、サイクリングロードに比べると10倍ぐらい高いんじゃないですかね。なので、自分が安全運転をしていても車の不注意で事故に巻き込まれる場合があります。青信号を渡っているのに信号無視の車が、極端ですけど横から突っ込んでくる、もしくは、優先道路を走っていて、信号のないところで優先道路なんで普通に直進しているところから、一時停止無視の車が横から突っ込んでくる、理由はいろいろあります。その時にやっぱり一番大事な頭を守るっていうのは大事なことだと思います。なので僕は絶対に、ロードバイクに乗ってる時もそうですが、通勤用の、小径車に乗っている時もヘルメットをかぶりますし、あとはそうですね、車道を走る時は絶対ですね、ママチャリだろうが小径車だろうがマウンテンバイクだろうが、車道を走る時は僕はヘルメットをつけることを、おすすめしています。で、僕は今ここにヘルメットが2つあるんですが、こちら今仮面の時にいつも愛用しているレイザーの、ヘリウムっていうヘルメットです。これは今愛用しているヘルメットで、こちらスペアの、兜製兜と OGK 兜とビアンキのダブルネームのヘルメットになります。こちらも買ったんですが、こちらはスペアとして持っています。で、僕、こちらの持っている理由は、僕と一緒にサイクリング行ってくれる友達、今はみんなヘルメット持ってるんですが、最初の頃ってロード乗り立てとか、スポーツバイク乗り立ての時ってみんなヘルメット持っていないですよね。その時に、僕が、貸し出しを、初めての人に貸す用ですね、そういうために持っています、こちらのヘルメットで。今、一緒にサイクリングしているコーダーブルーム町宮君、僕のチャンネル以前から登録している方はご存知のコーダーブルーム町宮君ですが、彼が今かぶっている、ヘルメットも僕が以前スペアとして持っていたヘルメットになります。こちらのヘルメットはだいたい2万円、2万5千円、こちらはだいたい2万円ぐらいなんですが、コーダーブルーム君にあげたのは、OGK 兜の、エントリーモデルのヘルメットなんで、4000円から5000円ぐらいで Amazon で買うことができます。こういう高価なヘルメットはなかなか手伸びませんが、そうですね、OGK 兜さんのエントリーモデルの、初心者用ヘルメットは4000円とか5000円、3000円台で買えるものもありますので、ぜひ、車道を走る際は、ヘルメットをかぶることを僕はお勧めしたいと思います。そして、ヘルメットの正しいかぶり方、ご紹介していこうと思います。普通に、かぶればいいんですけど、間違ったかぶり方まずはご紹介していこうと思います。まず原付バイクでよくいる違反者ですね、道路交通法に違反しているヘルメットのかぶり方、警察が目の前に来たらかぶればいいっていう人のかぶり方をちょっとお見せします。このようにしてヘルメットを紐で首で留めて、ヘルメットはこういう状態ですね。で、警察や白バイや、パトカーなどを発見するとかぶるっていうものです。僕今仮面かぶっているのでそういうかぶり方はできないですが、こういうかぶり方、全然頭を守れていないので危険です。で、あとこの首の締め付けですね、もし何かに引っかかった時に首が締められて、とっても危険なので絶対やめましょう。はい、続いて次、間違ったかぶり方2つ目です。続いてが、こちらになります。はい、こちらが間違ったかぶり方2つ目です。どこが違ういけないか分かりますか？はい、皆さんお考えください。Thinking time。はい、回答タイムです。それでは正解の発表になります。正解はこちらの紐をつけていないということですね、首に、顎にしっかり留めていないということです。これの危険性は、もし事故に巻き込まれた時に、体が吹き飛ばされます。その時に一緒にヘルメットも簡単に飛んでいってしまうということですね。そうすることで、全然頭が守れない。このヘルメットをかぶっている素振りをしているだけになりますね。ここを止めないとやっぱり意味がないっていうことになります。で、すぐに脱げてしまう状態で事故に遭ってしまうとやっぱり怪我をしてしまいますし、死亡事故、それぐらいヘルメットが飛んでいくぐらいの衝撃がある事故に巻き込まれた場合は死亡事故になってしまい、自分の命を失うことになります。はい、でそして次に正しいヘルメットのかぶり方になります。はい、深くかぶって顎下で、ヘルメットを固定、これでまず抜けなくなります。それでさらに遊びをなくするためにこのレーザーのヘリウムのヘルメットはここにつまみがあるんですね。これをくるくる回すことによって頭を締め付けてくれるので、遊びがなくなります。これで、ヘルメットは外れなくなるので万が一の事故でも、怪我を最小限に抑えてくれて死亡事故を、限りなく、防いでくれます。で、今こちらのレーザーのヘリウムの場合はここに締めるノズルが、場所があったんですが、カブトの場合はだいたいここですね。これを立て回すと閉まったり緩まったりします。でこのどこが締まったり緩まったりするかっていうと、これですね。ここの今プラスチック、ちょっと柔らかい柔軟なプラスチックのパーツが、引っ張られてこのつまみで引っ張られて、縮んだり伸びたりして、頭を締め付けるというものです。なのでヘルメットをかぶる際はこの顎紐をちゃんとしっかり留めて、でこのつまみで頭のサイズにぴったり合わせてかぶるということです。はい、それでは今回のヘルメット教習を、ここで終了とさせていただきます。動画楽しんでいただけたでしょうか。あと参考になったっていう方、楽しんでいただけたっていう方がもしいらっしゃいましたら、チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではサイクリストの皆様に良きサイクリングライフが訪れますように。バイビー。